豊根村ふれあい会館は、愛知県北下良郡と豊根村にある社会教育施設。豊根文化広場と呼ばれる公共施設群の一つである。1990年5月10日に開館した。1889年10月1日に、北下良郡三沢村、上黒川村、下黒川村、駒立村、 坂卜村の五村が合併して成立した豊根村は1989年10月で村生100周年を迎えた。これを記念して豊根村ふれあい会館を含む豊根文化広場の建設を計画し1990年5月10日にオープンした。豊根村ふれあい会館は村民ホールと建物の一部を共用しており豊根村役場や豊根村機関集落センターに 隣接している。建物には豊根村教育委員会が入っており、館内には図書コーナー、和室、団々コーナー、触れ合いコーナーが設置されている。1986年6月には豊根村、機関集落センターのロビーに愛知県図書館による移動図書館の払い下げ図書を中心とするつくし文庫を設置した。つくし文庫の設置には読書グループつくし会が関わっている。 1989年に豊根村ふれあい会館が開館すると豊根村ふれあい会館に図書コーナーが設置された。1999年度末には愛知県図書館による移動図書館サービスが廃止された。移動図書館サービスは約半世紀にわたって行われ、広報と米の総監号でもサービスの存在を確認できる。移動図書館が所蔵していた図書のうち、 500冊を触れ合い会館内図書コーナーで借り受けている。この500冊とは別に2ヶ月に一度の頻度で50冊を借り受けている。また、豊根村教育委員会から愛知県図書館の蔵書検索や貸し出し予約が可能となった。触れ合い会館事務局に申し出ることで図書コーナー内の図書の貸し出しを行うことができる。触れ合い会館入り口には 一般郵便用ポストが設置されており、営業時間外にはこのポストに返却することができる。ふれあい会館内図書コーナーに借りたい図書がない場合、愛知県図書館など、愛知県内の図書館からの協力貸し出し、相互貸借を受けることができる。また、名古屋市の愛知県図書館で貸し出した図書を、ふれあい会館事務局に返却する、遠隔地返却制度を利用することができる。 ありがとうございます。